こんにちは、小林です。10分ぐらい前に電話でご相談があった件についてお話しします。そのご相談内容というのは、おじいさんが教会の確定の依頼を土地家を調査しにしていて、で、その依頼をした後に倒れてしまって、で、その測量を続行してもらうべきかどうかというようなお話でした。基本的には続行してもらうべきだというふうにお話ししました。というのはですね、その相談者の方は70万円ほどの測量費を払うのがもったいないんじゃないかというようなお話だったんですけども、もうその測量士さんの方がある程度進めてるってこともありましたし、臨時の方皆さんが印鑑証明書などを用意していただいてたので、その状態をはいつでもやってくれるわけではないので、というのが土地の境界の確定というのはやりたいときにいつでもできるわけではなく、周りの人の協力が必要なものです。その協力が得られている今の状況を無駄にする必要はない、無駄にしてはいけないというようなことで続行するような続行した方がいいよというふうなアドバイスをさせていただきました。以上です。